演じるということをどういう、どこで勉強したんですか？はい、まあ、養成所、お笑いの養成所があるので、そこで、レッスンがあったりだとか、で、僕はその芸人をやって、その後にその事務所から、お芝居のお話もらって、そこで、まあ、舞台俳優とかも始めるんですけれども、それもやっぱりレッスンだったりとか、あとは舞台稽古だったりとか、うん、まあ、自分で、練習、個人練習するときもあれば、うん、まあ、芸人の活動に関しては自分でネタを作るし、ここでやる部分もあるし、それは本当にたくさんありますね。はい。で、その技能を習得するために、自分なりにしたことを教えてください。そうですね。舞台俳優で、役をもらったときなんかは、とにかくあらすじを書くようにしました。自分の手であらすじを書く。この話ってどういう話なのっていうのを、簡単に自分の中で書けるようにするっていうのが僕はやるようにしたことです。それからあと、やっぱりビデオで自分の芝居を撮影するようになりました。うん、これはお笑いに関してもそうで、お笑いでも、やっぱ結構自分でカメラ撮って、どう映ってるのかっていうのは、意識して、やるようにしていましたね。はい。すいません。その姿勢だと、カメラをもう少し下向けないといけないの。もう、いや、姿勢はいいんですけど、カメラの方をちょっともう少し下にしていいですか？なんか、こうやって喋るのが複製みたいなので。はい。それで姿勢は別に自由にしていただいていいです。ただ、はい、胸あたりから、そのくらいがいいです。はい、ありがとうございます。はい。そうか。じゃあ、はい、お笑いの時は、でもお笑いとお芝居とは違いますよね。そうですね。はい、かなり根性がいりますよね、きっと。お笑いさんって、笑われる、自分が笑われるということに対して、どういうふうに、うん、克服していったんですか。でもそれが嬉しいわけですよ。その辺のところが私はね、ちょっと不思議だなと思うんですよね。芸人やっていて、いろんなタイプがいると思いますけど、僕は笑われてるというか、は計算して笑わせてるものを見せたいと思っているので、笑ってもらったら嬉しいですね。はい。自分の計算が合ってたんだっていうことを証明できたなって思うので。なるほど。はい、うん、そうですね。うん。笑い。まあそうですね。なんかこう、ドッキリをかけられて笑われる、そういう芸人さんもいらっしゃって、そういう方はそういう方で、まあ、素晴らしいと思うんですけども、僕はどちらかというと、しっかりと作ったネタで笑っていただく、風にやりたいので、うん。そうですね。それは、うん。自分で面白いと思ってやってことを笑ってもらえるのは嬉しいかなと思います。はい。はい。その髪の毛ね、全然気にしなくていいですよ。あ、本当ですか？わかりました。大丈夫です。すいません、ちょっとはい、了解です。そうやって、こう、バサバサの方がね、かえってかっこいいかな。あ、本当ですか？わかりました。すいません、気にしいで。はい。いやいや。それで、自分にとってのコメディ俳優という仕事がある生活について教えてください。そうですね。コメディ俳優。コメディ俳優。そうですね。コメディ俳優っていう言葉にこだわらなくていいです。今自分がなさってることに対してっていうお話でいいです。うん、そうですね。今やっているのはやっぱり少し自分の舞台に立ってる自分を見て、喜んでくれる方がいらっしゃるっていうのはやっぱりすごく、なんか、人として背筋伸ばさなきゃなって思わせてくれる環境ですね。うん。なんかこう、まあ待ってくれてる方がいらっしゃったりとか、うん。そういうのは、すごくこう、あ、頑張りたいなって思える環境だと思います。はい。あと、お芝居をしているときなんかは、割とこう、なんか不思議と正義感の強い人間になっている気は
しますね。はい。うん、どういうふうにですか？なんか、正しいことは、なんかこう、正しいって、周り気にせず言ってしまうような、性格に なりがちな気がします。自分としては。うん。なんか、そうなんですよね。なんかこう、すごく、まあ、ある意味エゴイストなのかもしれないですね。その時っていうのは。うん。なんか、舞台を成功させることが一番で、なんかすごくそういう青春みたいな感じになっちゃってるんだと思います。だからすごくこう、うん、なあなあにしたくない人間になってる感じがあると思います。そういうのが身近にある時ほど。うん。うん。あ、それいいですね。はいはい、はい。自分にとっての演じるということをお願いします。そうですね、演じる、まあ本当にもう舞台俳優として演じるっていうことで言うと、僕はあのなんかね、まあいろんな言い方ができるとは思うんですけども、あのその役が見えている景色とか触っているものの感触をどこまで信じれるかだと思いますね。うん、うん、なんかこう、自分自身を騙すじゃないけれども、やっぱり、まずその場にいる、その役が、自分がやってる役の人たちが本来その設定の中で見てるであろうものとかをどこまで信じることができるか、ってことなんじゃないかなと思ってます。うん。なるほど、はい、いいな。自分にとって舞台で演じるということについてお願いします。はい、舞台で演じるっていうことは、例えば、カメラの前で演じることよりもよりコミュニケーションに近い芝居だと思っています。はい、うん、やっぱりお客さんがどういう反応するかとか、うん、お客さんにちゃんと伝わってるかっていうことで、少しずつやっぱり役者側も、うん、芝居がやっぱ変わってくると思うんですよね。あの台本があるとはいえ、やっぱり、うん、気持ちが乗ったりだとか、お客さんの反応、お客さんが笑ってる時に、あ、ちょっとまだ先に行くのやめとこうとか、うん、その、うん、よりカメラの前でやる芝居よりも、より舞台の上でやる芝居の方が、コミュニケーションに近いものがあるなというふうには感じます。はい。了解です。自分にとっての表現するということについて教えてください。はい。これ本当にまあ難しいことも全くなくて、僕の中で表現するはもう楽しいと恥ずかしいですね。楽しいことでもあるし、でも、うん、まあ恥ずかし、一方でまあ恥ずかしいものでもあるかなっていうのが正直な気持ちですかね。はい。あ、じゃあお芝居の方が恥ずかしいんですか？お芝居で自分として恥ずかしいような台本の時に、そうですね、ちょっと、うん。どうして、どんな風に？なんでしょうね、なんかこう、泣くような芝居だったりだとか、なんかこう、何ですかね、ちょっとこう、誰かを好きになるようなお芝居だったりとかすると、うん、まあまあ単純に恥ずかしいですよね。そうなんですか。はい。まあでもそれもいいと思うんですよね。そういう気持ちも あるんだと思うんですけど、表現するって本当に、うん。そうですね。あの、楽しさもあれば、そういう感情もあるのかなと思いますけどね。はい。自分にとっての観客、教えてください。はい。やっぱりやっぱ自分って、いろんな言い方ができると思うんですよ。その、まあ、一人の人間であり、男でありで、まあ、いろんなアイデンティティがあると思うんですけど、やっぱり表現者としていられる場所なんですよね。その、
舞台の上だったりとか表現してるときって。その表現者としての自分を肯定してくれるのが、紛れもなくもお客さんだったりすると思うので、それやっぱりまあ、そういう表現者としての自分のアイデンティティを肯定してくれる、本当に大切な存在だなっていうのは、まずあります。はい。その上で、まあ舞台だったら作品の魅力を、まあこちらとしてはまあ、伝えなければいけない人。うん。だから責任感も伴うような、相手だとも思っていますね。はい。ただただ僕らを、喜ばせてくれる。まあもちろん僕らがまず喜ばせないといけないんですけども、うん。やっぱり僕らにとっても大切な人だし、その分僕らもやっぱりちゃんとお返ししなきゃいけない相手だなっていう感じですかね。はい。うん。はい。はい。今までで辛かったこととかありますか？辛かったことはもうめちゃくちゃいっぱいありますね。はい。聞きたいです。めちゃくちゃいっぱいありまして。で、うん。そうですね。まあでも、今を振り返るとやっぱり自分の性格が悪いってことに気づけなくて、他人を憎んできた時期っていうのが、一番しんどかったなと思いますね。はい。うん。どういうふうにですか？はい、なんでしょうね。やっぱり自分のことを棚に上げて、あの人のこういうところが悪い、こういうところが悪いって、やっぱ憎んじゃうっていうのが、うん。なんかこう、で、向こうは向こうで、こっちが悪いと思ってるから、やっぱりこっちの嫌なことをやってくるし、でもそこでやっぱりなんかこう、あれちょっと待てよと。本当に、悪いの向こうなのかなって思った時にやっと、なんか俺ってそんなに偉いのかなとか、あ、俺ってそんなに間違ってないのかなとか、そう考えるようになって、なんか、いろいろ見えてきて楽になるっていうことはあると思うので、うん。やっぱり今までいろいろ辛いことありましたけど、基本的にはやっぱり自分の性格の悪さに気づけてないときは、気づけずに周りを責めているときが一番しんどかったな、と思います。はい。うん。ということは、今は変わったんですか？どういうふうに変わりました？今でも全然、人のせいにするし、辛いこともたくさんあるんですけど、まあでも、やっぱ経験が多くなるにつれて、あれちょっと待って、自分、言ってることは正しいかもしれないけど、俺が逆にそんなこと言われたら、やっぱカチンとは来るよなとか、うん。そういうことを、ちょっと待てよと。逆だ、立場だったらどうだろうっていうのは、うん。いくらそれが正論でも言うべきとき、言うべきじゃないときとかあるなとか、うん。そういうのは、ちょっと考えるようになりましたかね。はい。なるほど。抽象的じゃない、具体的に言える、なんか。エピソードみたいな。うん、そうですね。僕は、だからまあ、舞台を以前やってたときに、僕が、まあ、ある劇団さんがあったんですよね。劇団があって、まあ、主催の演出家さんがいて、で、役者たちも、まあ、結構、毎回毎回同じメンバーで、で、僕が途中から入ってきたんですよ。うん。で、ちょっとその演出家さん、まあ、トップの演出家さんと役者さんのちょっと仲が悪かったんですよね。うん。ちょっとこう陰で演出家さんの悪口を言ったりだとか。で、僕はすごくそれが嫌だったし、組織としてもあまり良くないと思ったんですよ。だけど、僕の立場ってトップの演出家さんがいて、他の役者さんがいた、もっと一番新参者なわけですよ。その新参者の僕が、
どこまで言っていいのかっていうのは、やっぱり、あって、正しいからといって、いや、そこ違いますよとか、そんな軽々しく言っていいものなのかなっていうのは、あって、うん。やっぱり、どんなに正しくても、例えば10個、20個離れた、人から、ね、ちょっと、いや、先輩それ違いますよって言ったら、やっぱ僕でもカチンとくると思うんで、うん、そういう、まあ、相手に対する配慮っていうのが、うん、なかったな。ただ自分が正しいと思っていること、だから正しいんだ。相手のことを、うん、理解しようとする、せずに、なんか突っ走ってしまって。で、うん。自分を肯定しよう、肯定しようって、することが、うん、あったんで、そこで結構、僕は結構孤立したんですよね、その時に。その組織の中で。うん。うん。もう自分はなんか悲劇の、でもそれをなんか自分が反省するというかは、悲劇のヒーローっていうか、なんか自分が犠牲者っていう感覚がずっとあったんですよ。だからあの人たちが悪い。で、ずっとその人たちのことを恨んでたし、うん。で、それはやっぱしんどかったですよね。なんで俺は正しいことやってるのにこんなに嫌われんのっていう。気持ちがあって。まあでも、それも、今でも、それは正しい、その感覚も一個正しいと思うんですけど、うん。まあでも、向こうの人たちの気持ちも、うん。まあ理解できるというか、ちゃんと考えてみれば、自分だってそういう感情になるかなって思ったりもするので、うん。まあそれが一個、そういう経験があって、はい。そんな感じですかね。進化ですね。進化できた。まあでも、それでもやっぱり、また繰り返すんですよね。うん。うん。またやっぱり、同じようなことになるんですよ。あ、やっぱ全く同じことやってるなと思うんだけど、でもやっぱり一回経験してる分、そこに気づくのがちょっと早かったりだとか、うん、ちょっとやっぱり、巻き返すのがちょっと早くなったりとか、っていう感じかなと思ってます。でも日本人ってすごいですよね、はい、そこでちゃんと反省するからそれで自分を変えるじゃないですか。でもこっちの人ってね変えないんですよ。いやそれはそれですごいと思うし、うん、なんですかね、それはやっぱり逆にというかエネルギーいるしすごいことだと思いますけど、うん、すごいエネルギーいるみたい。いるけど、それを曲げないところがすごいなと思う。私、こっちの人はね。うん、いいとかはいいとかじゃなくて、こう、そうですね、まあ、違いですよね、文化のね。うん、そうかもしれない、ね。個人主義だから、はい、もう、自分はパーフェクトだと皆さん思ってるんですよ。だから嫌だって言えるし、俺はこんなことはしないっていう、うん、だからノーってはっきり言えるんですよ。でも その方がこっちは楽なんですよ。あ、ダメなのね今日はみたいな感じで。だから日本人だったらちょっとこう、うん、まあ3歩ぐらいのことでノーだっていうのは普通にできますけど、なんか、うん、言いづらい環境あるじゃないですか日本人って。あ、はい、ちょっと本音を隠して、うん、ちょっと付き合ってあげたりとか、うん、だからそういうのは全くなくて、もうすごい明確に、はい、あ、そう、OK みたいな感じでね。でも、こっちの人は普通なんですよね。うん。だから性格変えらなくていいし、うん、で、自分が言いたいことをそこで言うのも、年下だろうが年上だろうが関係ない。うん。で、それが一人の意見だとして、聞く方も普通に聞くし、あ、でもそれダメなんだよっては普通に言うし、だからそういう関係なんですよ。うん、年下だから言っちゃダメとかじゃなくて、言うだけはちゃんと言う権利がお互いにあって、でもそんなのダメだよって言う権利もこっちにはあるわけですよ。だから、普通にみんなそういう心の内で、うん、本当は言いたいんだけどみたいなところは見たことないですね。うん、だから、皆さんのそういう葛藤も、場所によっては、で相手によっては、のことだと思うんですよ。たまたまだからそういう環境じゃなくて言えないっていう。うん、で言う、こっちの人は普通に言いますからね。うん。それはなんか組織の中で、本当に、最初のこう、ビギナーというか、入ったばっかり、ニューカマー、
でも、そんな感じですかね。その時は言っても、別に言っちゃいけないってことないんですよ。言った方がいいんですよ。それで、でも、それは違うんだよってことをきちんと言うんですよ。でも、こっちの人は絶対に、あなたの性格が悪いからそんな偉そうなこと言うんだみたいなことは絶対言わないんですよ。だから、それを言うことを認めるし、で性格を絶対責めない。あ、それはいいですね。だから間違ってる時も、間違ってる理由を言うけれども、あんたがそういう性格だからそんなこと間違えるんだとか、そんなこと言うんだとかいうことは全くない。だから私も安心していられるんですよね。なるほど、なるほど。なるほど。だから日本だからそういうふうに普通にな社会だから、悩むんだろうと思うけど、ちょっと環境が変われば別に悩むことでもないんだと思うんですよ。みんなが認めればいいわけで、それは違うんだよって軽く言えばいいわけでという思います、まあ、今お話聞いてて、まあ日本ではそうはいかないですけどね、そうかもしれないですね、